こんにちは、金黒です。 iPad mini 第6世代用に STM っていうメーカーの DUX プラスというケースを買ってみました。金黒レビューチャンネル。遅まきながらようやく私の iPad mini 第6世代が届きました。1月12日にドコモオンラインストアで注文してたんですけど、ドコモだと注文して届くまで3ヶ月かかりました。今週ようやく iPad mini 第6世代を使うことができるようになったんですけど、以前からケース選びで迷っていました。少し前にご紹介した iPad Pro 12.9 インチ用に購入した ESR のこちらのグリーンのケース、裏がクリアで Apple のロゴがちゃんと見えて、あとこのマグネットの蓋を開けるとアップルペンシルもしっかり収納できてて蓋になってて、この蓋はこちらマグネットでくっついてるのでのけることができます。蓋なしで使うこともできてすごく気に入ってるんですけど、実は iPad mini 用にもこちらの iPad mini 第6世代用のものを買っていました。ただこの 12.9 インチとちょっとこの蓋が違うところがあって、12.9 インチはアップルペンシルがちゃんとこう収まるようになってて、蓋を閉めるとアップルペンシルが見えなくなるような構造で、アップルペンシルを落としそうな感じが全くないんですけど、 iPad mini 第6世代用のものはちょっとこう開けるとアップルペンシルを中に収めるようになってなくて、アップルペンシルはこの外にくっつく感じ、ケース越しにアップルペンシルを使ってもちゃんとくっついて充電できるんですけど、やはりこれ直接くっついてないっていうのもあって、アップルペンシルがふとした弾みでポロッと落ちちゃうことがあるんですね。やはりアップルペンシル最近よく使うので、このケースの中にしっかり収まって持ち運びするときもしっかり閉じて使いたいので、そこでこのこちらの ESR のケースはアップルペンシルを使わないときはこちらのケースが、こちらも同じように蓋が取れて便利だなと思ったんですけど、アップルペンシルがしっかり収納できるようにいろいろ調べて購入したのが今回ご紹介する STM、 この頭文字の省略みたいなんですけど、こちらのメーカーの DUX プラスというこちらのケースを買ってみました。金黒レビューチャンネル。今回ご紹介する STM のDUX プラスなんですけど、見つけたのはアップルの公式サイトで見つけました。アップルの公式サイトだと今は価格的に6800円で売られていますが、ブルーとブラックがアップルストアでは売ってるんですが、私が購入したのは赤のレッドの色なんですね。レッドはアマゾンで見つけて、アマゾンで購入するとレッドが買えました。私が購入した時は価格的に実は6442円とアップルのサイトよりも少しお安く購入できたんですが、ただ今日アマゾンの公式サイトを見ると今は 13,785 円とお値段が倍近く、今は値段が高くなっています。為替の影響なのか、なかなか手に入りにくいのか、赤は今お値段はすごく高いようです。その点アップルの公式サイトよりも少し安く買えた赤が私にとってはすごくラッキーでした。今ブルーとかブラックを買うんでしたらアマゾンよりもアップルの公式サイトで買った方が安いと思います。金黒レビューチャンネル。今回ご紹介する STM の DUX プラスというこちらのケースなんですけど、実はもう開封して iPad mini 第6世代に入れてすでにもう使っています。製品的にはジャンとこんな感じです。赤の色彩がこんな感じで、まあ、鮮やかな赤っていう感じじゃなく、まあ、ちょうど落ち着いた感じの赤色です。あとこの表面上の特徴としてはこの蓋の部分がこの実はこの外のこのグレーって言いますか、この黒っぽいグレーですね、この中よりも蓋の部分が少し収まってこの蓋の部分が中に入っている感じです。裏面がこんな感じですね。ちゃんとアップルのロゴが見えるようなクリアなケースになっています。
こちらは蓋のこの取っ手の部分なんですけど、こんな感じで開けてアップルペンシルを入れるとこんな感じです。この蓋がこのケースよりも内側に収まる感じで、この蓋を開けると iPad mini の画面の部分が分かりにくいかもしれませんけど、結構中にくぼんだ位置に iPad mini の画面があるので、万が一こう落下した時もこの液晶が割れにくい感じがします。あとケースの作りもしっかりしてて、がっちりした感じのケースで、なんか落として落下しても安心感があるような感じのケースになっています。なかなかデザイン性もいいと思いませんか？個人的にはかなり気に入って、もう ESR のケースも軽やかに使うときはいいと思うんですけど、持ち運びしてアップルペンシルもちゃんとこう包んで入れることができて、なかなかいい感じなんですね。肉厚感がかなり厚いので、このタッチ ID を触るときに少し中に入れて指を押し込む感じが、あるっていうところがあるんですけど、これも慣れるとそれほど苦にならなくなりました。このタッチ ID がかなりくぼんだ中にあるっていう感じですね。スイッチ類もちゃんと使えたり、かなりこのケースの肉厚が厚いっていう感じがします。正直持った感じ重いのかなというのもあったんですが、実は最初ご紹介したこちらの ESR のケースに比べて、この ESR のケースは重さは 194g なのに対して、こちらの STM の DUX プラスは 198mm と、実は 4g の差しかない、あまり重量感、持った感じは重さのケースの重みは変わらないという感じがあります。正確には今回ご紹介する DUX プラスの方が ESR に比べて 4g 重いということで、1円玉に直すと1円玉4枚分こちらの DUX プラスの方が重いんですけど、手で持った感じは重さの違いはあんまり感じません。1円玉4枚分でこのしっかり感があって、画面がちゃんと中にくぼんであるので、液晶が、万が一こう蓋が開いた状態で落としても割れる心配がリスクとしても少ないっていうのがあると思います。アップルペンシルもこんな感じでちょっと押して取り出すことができて、あとマグネットもこの ESR のものはケース越しにアップルペンシルをくっつける感じだったんですけど、こちらはこの部分に直接入れ込んで、マグネットが iPad mini に直接くっつけるっていう感じで、しっかりマグネットも吸着できて、あと最後にこの蓋を閉めてパチンと閉じるので、アップルペンシルを落とす心配についてもかなり安心して使えるケースになっていると思います。金黒レビューチャンネル、今回ご紹介する DUX プラスのこちらのケース、私個人的には買ってよかったなという満足度合いの高いケースだったんですけど、最初にご紹介した ESR のケースに比べてお値段的にはちょうど倍半分ぐらいのお値段の差があるので、価格のコストパフォーマンスを重視されるのであれば、 ESR のケースもなかなか個人的には十分いいとは思うんですが、 Apple Pencil がきっちり収納できて、落とす心配が少なかったり、ケースのしっかり度合い、こちらは倍のお値段出しても良かったなという個人的な印象です。ただ Apple Pencil を使わない、ちょっと旅行に持っていきたいなと思うときは ESR のケースでも十分だと思いますので、 Apple Pencil を使うときは DUX プラスのケースを使って、 Apple Pencil を使わないときは ESR のケースに時々入れ替えて使おうと思っています。今回は iPad mini 第6世代用にDUX プラスというケースを買ってみたという内容の動画でした。今回ご紹介したこの iPad mini 第6世代のケース以外に、実はまたフィルムも貼ってるんですけど、フィルムは iPad Pro 12.9 インチと違うタイプのものを貼ってみたので、
このフィルムの違いについてもまたレビューしていこうと思っていますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。